皆さんこんにちは、としまや YouTube チャンネルへようこそ。今日も関本ガーデンさんが定期的に当館のお庭をきれいにしてくださっております。そして今回作ってくださったのがこちら、レストランから見えなくするためのついたてになります。こちらの壁は建仁寺垣というものになっております。当館は温泉ですので、温泉の風でこちらの植木がダメになってしまうということで、こちらを作ってくださいました。すべて手作りです。一人で作業してくださっております。他にも今レンガでお庭の作業もしてくださっております。ぜひこちらにお越しの際は、少しずつお庭も変わってきておりますので、周りを見ながらご覧くださいませ。お待ちしております。